週刊予習順、増刊後,後イェーイ,イ,エーイパフパフイエイ,イエイェーイ 絵の作りましたね。いいでしょう。門脇、えー、さんあと一年遊べるらしいですよ。はい、もう今日の放送聞いた通りですね。ラジマル2 8号さん漫画描いてくれるわ。もううまいですね。このイベントに参加したみのちさんは極秘計画もちゃんと作ってくれますね。<laughs> で門脇さん勝手にこんなの持,たた <laughs> 持たされました。持たされました。持てって言われたんですか。そうなんです。みのちちゃんね、<laughs> 持ってくださいって。いやいやいや本当にご協力ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。さあそして今日は久々の増刊号でございますが実はちょっと 理由がございまして、えー、四国放送に私昭和57年1982年入社以来42年間アナウンサーを務めてまいりましたで、実はですね5年前に退職して再雇用で、えー、この5年間務めてきましたがその再雇用契約も満了、はい、9月いっぱいで卒業なんですよ寂しいです信じられます、はい、寂しいこんな感じなのに、うん、で従ってですね、はい 各番組それぞれもちろんのことこの週刊よし順も9月いっぱいで終了になります。そうなんです。いやもう皆さんいろいろこうツイート上げてくださいよ。はい。エックスでね。うん。面倒しみられるのかってね。ねえ。寂しいですね。まあただね私思うんですよ。はい。えこれが根性の別れじゃございます。そうですね。勝手に物部さんの家に遊びに行きました。なんで勝手はやめてください。はい。あの。 そこで鳴らすなそれ。<はい S 1> だからあのまだまだ元気で頑張ってますのでいろんな形で、まあフリーという形、何も仕事はないんですが、だったら何かの形でもうできる可能性あると思うんですよ。はい。わからないですよ。絶対フォーエバーじゃございません。何かの形でまた四国放送に登場するかもわかりませんし、他のメディアあるいは YouTube で出るかもわかります。とにかくひとまず九月いっぱいで。 これで卒業ということでまあ本当に残念ではございますが一旦この番組とお別れになりますそこでお知らせがございます、はい、ちゃんと9月の29日、はいね、4時30分から5時半までいつも通り吉潤を放送した後なんと、はい、その日の夕方6時から2時間生放送で出た生放送しかも公開でございます公開ですよそれ何とかしてくれこれ <laughs> 止められない <laughs> だからあの前、50人集めたあのスタジオよりもひょっとして集まる場合はいろいろまだまだ分かんないんですけどえひとまずこの応募方法とかはまた改めてご案内したいと思いますけれども今、決まっているのは29日、吉し4時半から5時半まで最終回を放送した後その後6時から8時まで2時間の公開、生放送卒業記念番組を放送いたします。 ぜひ皆さんご参加くださいはいお待ちしてます私言ったでしょええ登録は行ける時に行け本当そうですね前もね暑いのにもって言ったけどあれ以来というそういう形になりますよことになりますからねだから行ける時にねで行ける時って今回最後ですからねもう最後となりますできる限りね集まってほしいなはい県外から大変でございますけどもお待ちしてます最後ですからねええ、詳しいあの応募方法は改めてご案内しますよろしくお願いします というわけでございました増刊号、遠藤よしみと、モノベジュでした。また来週